ですが、こんにちは。はじめまして、ありがとう、こんにちは。いっぱい乳液取っちゃった。こんなにいらない。いや、娘のメイクです。今日も世界で一番可愛い。ありがとう。ありがとう。嬉しい。本当に。本当に嬉しい。あ、スポンジ。いいな。手で塗る。スポンジを使って塗った方が綺麗に塗れるんですが、スポンジを置いて別の場所に置いているので、昨日のカバンのカバンポーチの中に入れて置いていて、取るのがめんどくさいので。いや、見ないで。ニキビちゃんができたんです。あんまりね、その上から何かしない方がいい。本当は上からこうやってファンデーション塗ったりとか、もうそれすらもしない方が治りが早いんですけど、さすがにここにニキビちゃんむき出しでメイク完成とは できないので、
ストレスですかね。近くで見たら凹凸とかわかるけど、ちょっと残ったコンシーラーでこの辺を埋めます。筆に残った。よし、チッシュ、どうも。すごい陽キャっぽい挨拶の人が来た。普段からチーク薄めに塗っちゃうんで、そういつもチーク足してもらうんですよ。だから今日は濃いめっていうか、いつも以上にはちょっと心がけました。今メイクと髪が出来上がったら配信は終わり。どれぐらいかな。こんにちは。今日はメイク配信です。斜めでキラキラにする。あ、眉毛やってない。
かずっと左目になんか服の繊維みたいなのが多分ずっと入ってて、なんかすごい変。後でコンタクト外してコンタクトごと洗います。痛くはなくて、なんか一瞬目の前が白くなる、これクリアじゃない感じ。そう、すごく嫌だ。ゆげちゃんをちょっと整えました。で、もうちょっと欲しいなって思うところに書きます。私の眉毛の作り方、すごくしっかりなので眉マスカラをしてあげないと眉毛だけ浮いて見えるんですよ。そう、よし、さっきポーチの中身、メイクポーチとかも、あのいつも持ち運びしてるポーチの中身を整理して、なんかめんどくさいなと思って、そのポーチの中に入ってたパインアメをメイク道具のポーチの中に今入れてるので、今この空間変めっちゃ変な空間できてる。パインアメが大好きなんですよ私。
か差し入れとか、差し入れというかでパイン飴があったら絶対に食べる、食べたり持って帰ったりする。これは昨日差し入れであったから持って帰ってきたやつ。そうで、それをメイクポーチに入れて、でそれを今、あ違う、それを普通にポーチの中に入れて、それを今メイクポーチに入れました。このマスカラが束感作りやすいから、おはよう。水分補給こまめに、ありがとう。一応16茶持ってるんでそれ飲みます。このタバ缶はちょっとあんましうまくいってない。まあでもこれぐらいでいいや。眉間にシワってこういう状態でしょ今は。多分こうだからおでこにシワ。そう、やっぱマスカラとか目元やるときっておでこにシワ入っちゃう。今日のタバ缶はタバタバしすぎないタバ缶でいいかなと思ってるのでこれぐらいで OK。 本当はもっとタバタバできるけどこれくらい、あんまり束ですか分からないぐらい。
腹空いてきた。配信終わったらご飯食べる。風さん、タワーありがとうございます。せーの、タワータワーありがとう。風さんありがとう、ありがとう、大切にします、ありがとう。大切にしてくださいって言われちゃった。大切にします。てか昨日めっちゃ髪になんかちょっと匂いがついちゃう系のことをしたんですね。そう、そしたらで昨日髪の毛そのね三つ編みだったじゃん。でそのお風呂入ったんですけど、起きてもなんかここだけまだ匂いが取れきってなくてちょっとしんどい。でもなんかもうここだけのためにもう一回お風呂に朝から入るのもめんどくて、今日はこの匂いと共に生きていこうって決めた。うん、そうだから今日はちょっと耳かきをめっちゃ多分してもうこうやって生きていきます。なるべく自分の鼻からこの匂いを遠ざけてこうやっていきます。そう、めっちゃ匂いがすごい。すごいんだけど、昨日あさあ、ま、起きた後アイロンしてな、起きた後じゃない、見て、うちのこの毛先。お風呂入ってドライヤーしたのにすっごいくせっ毛、かわいそう自分、こんなにくせっ毛で。ちょっと内部にね水分がもしかしたら残ってたのかもしれない。お腹だった。すごいんですよ、早く、てか早くマレーシア行って早く帰ってきた。もう早く美容院行きたい。本当に。もう梅雨なんだが。っていう気持ち。めっちゃしんどいですね、梅雨は。髪が死ぬ、うん、
よし。一旦できた。これくらいでいいか。あとちょっとこっちも S 作って。こっちの触覚とこっちも S を作ります。まあなんとなくでいいんですよ。なんとなくで本当はいい。よし。で、こっちも耳かけとこ。したら匂いは髪の匂いは私は感じない。オッケー、完成。ということで橋本さんが無事完成しました。ありがとうございます。なんか触覚も地味に行かれてるかもしれん。まあ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 。ちょっとヘアオイルつけて匂いごまかしたいと思います。マレーシア今日気温35度。え、ちょっと気温調べてから行かなきゃだね。ということで皆さん配信見に来てくださってありがとうございました。夜とか夕方とか配信できそうであれば配信するので、ぜひよろしくお願いします。見れるそうだったら見てください。お願いします。ということで橋本完成。それでは最後にランキングを。ちょ、お腹すきすぎてごめん。1位風さん、タワーもありがとうございました。ありがとう。2位くじの大吾さん、3位竹兄さん、4位ハルピョン永遠の推しの鉄道のエイトさん、5位ベペモンさん、6位ヨッチさん、7位マックミックさん、8位アルバンさん、9位リタイアマン、今日もいろぱちゃん推しさん、10位ライチョウさん、11位ホチトさん、12位ユズさん、13位マジックさん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。また夜か夕方かできそうな時に、できそうだったらやるので見てください。あのできそうじゃなかったらマジごめんって感じ。それではありがとう、またね、バイバーイ。ありがとう、ご飯食べます。